ケネト・フェルメールは、オランダ、北ホラント州アムステルダム出身のサッカー選手。オランダ代表。メジャーリーグサッカー、ロサンゼルス FC 所属。ポジションはゴールキーパー。スリナム系オランダ人である。当初は、フィールドプレイヤーであったが、ユース時代の比較的遅くに、キーパーに転向した。f c ブラウィズ・アムステルダムに所属していた時、AFC アヤックスに、 キーパーとしてスカウトされ、アヤックスの下部組織で成長。2006から07シーズン、UEFA カップ1回戦、IK スタルト戦セカンドレグで途中出場してトップチームデビューした。2007年2月、アヤックスとの契約を2010年6月まで延長した。マールテンステケレンブルフとデニスヘンテナールがレギュラーダッシュの厚い壁として立ちはだかり、 2007から08シーズンはビレム2にレンタル移籍。マイケル・アーツが負傷したためエール・ディビジデビューを飾った。アーツが復帰した後もポジションを守り、アーツがアヤックス戦後に再び負傷したためシーズン終了までビレム2のゴールを守った。2008年夏にアヤックスに復帰し、再びステケレンブルフとヘンテナールに次ぐ第 3GK となった。 しかし、ヘンテナールを追い越して、第2 g K の地位を確立すると、9月に、ステケレンブルフが負傷したために、SC ヘイレンヘイエン戦で、アヤックスの選手としては初めてエールディビジの試合に、出場。アヤックスは2から5で敗れたが、フェルメールのプレーは上々であった。ウィンターブレイクまでの全試合に出場し、マルコ・ハンバステン監督に良い印象を残した。春先に、 ステケレンブルフが復帰したが、ファンバステン監督は、調子の上がらないステケレンブルフではなくフェルメールをレギュラーで起用し続けた。しかし、2009年夏にマルティン・ヨル監督が就任すると、再びステケレンブルフがレギュラーとなり、2009から10シーズンはリーグ戦1試合に出場したのみだった。2010年夏にはアキレス腱に重傷を負い、2011年4月に、 復帰するまで2010から11シーズンを丸々棒に振った。年末にはヨル監督が辞任してフランク・デブール監督が就任。ステケレンブルフが負傷したため、ヘラクレス・アルメロ戦では先発出場し、シーズンの残り試合にも出場して30回目のリーグ優勝に貢献した。2011年夏にステケレンブルフがエースローマに移籍し、 オランダ代表歴を持つヤスパーシレス戦が加入したが、フェルメールが、正ゴールキーパーとなった。11月の FC、ユトレヒト戦で6失点するなど、失点が多く雑な試合が続いたが、後半戦に立ち乗って14連勝を記録。失点数2位でのエールディビジに連覇を達成した。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、特に11月22日に、 アウェイで行われたオリンピックリオン戦でキレを見せて、完封した。ただ2013から14シーズンは、ポカが目立つようになり、シレ戦にポジションを譲っている。2014年夏の遺跡市場でアヤックスから、定額の遺跡金での遺跡を認められたことで、数あるオファーの中からフェーエノールトを選択、9月1日に4年契約でサインした。 フェーノールトユース出身のエルビン・ムルデルのポジションを犠牲にする宿敵からの移籍という形に不安視される声もあったが、フェルメールは自らのパフォーマンスで見事に答えを出し、若い守備陣に信頼感を与え、フェーノールトをより良いチームにしてみせ、リーグ戦で6試合連続無失点というクラブ記録も達成。ボネーブル・インターナショナルによってシーズン前半のベストプレイヤーに選ばれた。 2015から2016シーズンのフェルメールは不安定なチームの中でただ一人シーズンを通して高いパフォーマンスを維持してたびたびチームを救う西ーブを見せジリフェーレンスヒューンを獲得した2020年1月15日ロサンゼルス FC と契約した2005年には U-20 オランダ代表として自国開催の FIFAU-20 ワールドカップに参加した 正 GK として試合に出場したが、準々決勝で U-20 ナイジェリア代表に1の1で敗れた。なお、PK 戦では自身 PK を決めている。2006年と2007年には U-21 オランダ代表として UEFAU-21 欧州選手権に出場してに連覇した。2008年には U-23 オランダ代表として 北京オリンピックに出場した。2012年11月14日、ドイツとの親善試合でオランダ A 代表デビューした。ありがとうございます。